はい、とにかくスタートですね。はい、とにかく、録音さえすればいいと思います。はい、とにかくね、もう本当のことをね、うん、もう、はい、これね、まあ、大きく、本当のことって言ったらね、まあ、まあ私も30歳ぐらいの時からね、ずっとね、今59歳ですので、でまあまあその前はね、うん、このお金っていうものでですね、うん、やっぱり、まあ、20歳ぐらいからねやっぱり苦しんできましてね、うん、まあ、苦しむっていうのはね、まあその、まあ、音楽だけやりたいなっていうね、そういうことですね、うん、音楽できないじゃんってね思うわけですよ、うん、体感としてね。でこれねもう働いたら負けてね、もうずっと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 ね、ずっとね、あ、この間も車田先生のねあの動画撮りましたね、うん、まあその車田ちょっとがっかりしちゃってね、もうそういう思考じゃね、あの無理だと思うんですよこの世界ね、もう無理なんですよ何もかもね、うん、優勢思想ですねはっきり言ってね、うん、まあそれはね、うん、まあ、タイトルとかにはもうしないですけどね、ここはひっそりねこうやって入れていきたいと思いますけど、まあ今までね、今いくつですかね、ピヨピヨのお話シリーズね、はい、この今番号ついてますけども、はい、その前ね5000本ぐらいやってるので、はい、それもずっと言ってますけどね、それでですね、今ね、あの、まあ、今日もね斉藤知事、これはですねちょっともう前代未聞なので、うん、これちょっとね4回目です、はい、はい、これがタイトルでございます。それでなんで今これねあのまた4回目撮ろうと思ったかって、これ内海悟先生のこれが記事が反省する気ゼロってね、これが出てきちゃったんですよね、内海悟先生、これ映ってますか、はい、東京都知事立候補者ね、はい、それでまあ内海悟先生っていうのはあっち側とかこっち側とかね、あっち側とかこっち側っていう言葉があるんですけれども、まあそれはですね、まあ何も知らない人はね、まあ知った方がいいかどうかは私は分かんないですけどね、あっち側こっち側っていう言葉はね、もう2000、うん、まあ20年ぐらいからね始まったんでしょうかね、うん、まあその前もね私が言ってる南へアシュタールさんもね、あっち側こっち側ってね、うん、あのハンドサインはやるんですかみたいな回がありましたね、超次元ライブでねもう絶対やらないとか言ってましたけどね、はい、ね、ハンドサインっていうのありますね、33911123666462050って言ってますけども、あとまあ他にもね、まあ、47はフリーメイソンの角度ですね、コンパスの角度、48は窓上がってないですね、なんとか48ね、わかんないけどねこれね、でも意味のない数字はね、うん、48じゃないといけないっていう理由があるわけですよ絶対。46ね、46は地球ができてから、46億年ですか、はい、うん、46っていう数字の意味がねこの支配者層にあるわけですね、はい、うん、であと一番良くないのは777とかね37ね、うん、これはね、うん、だこれはまあ支配者にとってですね、支配者にとって良くないっていうね、うん、あの我々庶民には関係ないラッキーセブンでいいと思いますよ別にね、はい、クリスマスも楽しく過ごせばいいですしね、うん、あのバレンタインは分かんないけどバレンタインはチョコレート売りたいだけだからね、はい、ね、あといろいろね、あの何ですか急に出てきたこの何ですか、ほら最近また渋谷で、あの私は全然もう興味ないんだもうジジイだから、なんだなんていうほらなんクリスマスじゃないやつなんて忘れちゃった
はい、そういうことでね、あっちがこっち、あ、この間お味噌チャンネルさんのね、これお味噌チャンネルさんね、あっち側ですよってコメントいただいたんで、うん、あ、はい、それは、うん、そうかもしれないですねってね、うん、だけど、うん、私は内海悟先生好きだしね、うん、もう全然こんなにね有名になる前からね、もう何でも言ってますけどね、あのもう全然無名だった時から見てたんで全然大したことなかったね。まあでも本は出てたね、本は出てましたね、うん、だけど内海悟なんて誰も知らないっていうかね、うん、そういう感じの時から見てたんで、うん、まあ、分かんないですけどね、うん、あとはまあ創価学会の池田大作と大田孝太出てますからね、うん、それはね、ハンドサインもやってるしね、はい、お味噌チャンネルさんはね、ハンドサインを回る、分かんない、見たこと出てきてない、うん、まあこの間やんないか分かんない、でもやれって言われたらね、あとほらこの間なんだっけ、ここに書いてあるね、これね、これね、これはですね3ページ目にね、あの闇に光を当てる3ページ目にこれどん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 足してってんだね、なんだっけな、百田直樹じゃなくてね、藤原直哉ね、ボコボコに、これすごかったね、これボコボコにされてたの、なんかやったのかね、これね、まあ普通はね、あの片方の目だけなんですけどね、うん、このデヴィ夫人とかもういっぱい、まあそれコロナサインのページにね、全部じゃないですけどね、まあ私が集めてるなんてもうほんのちょっとでもう疲れちゃうとめんどくさいからね、もう1個ね足すのにねもう時間かかるからね、もうやりきれてないですね、もうツイッターにいっぱいね、はい、載ってますね、コロナサインでねとかいろんな言葉で検索するとね、うん、はい、それでですね、今出したねこれね、はい、これね、この一番池田俊恵とかね、これ、はい、浄土院大閣、はい、マッスル船長ね、マッスル船長ね、うん、ね、この人も急に出てきてね、うん、あ、私も信じましたよこれね、うん、この人だけは信じた、うんうんうん、今やっぱり考えてみるとやっぱねおかしいよね、うん、おかしいね、まあで中小土院大閣ね、この下僕って書いてあるからね、はい、うん、ね、もう長道院さん出てきたね、長道院さんは、まあ、まあ長道院大閣でね、あのツイッターで調べてください、はい、で私はもう長いこと言ってもね、あの大和ピュアラブさんね、で大和ピュアラブさんもうどうたらこうたらってコメントね、まあ一人だけ来たことありますけどね、まあ大和ピュアラブさんはねもう全然なんか影響力ないし、なんか派遣かなんかのアルバイトをやっててなんかのかな、うん、わかんないですけどね、わかんないですけどね、あれなんでか最近出てるよね、出会っててね、うん、働いて、なんで働いてるのかわかんないけどですね、うん、なんか NGO っていうのもやってるわけですよ、もうわかんないんですね、だから、うん、あのわかんないので、うん、会ったこともないしね、うん、別に会わなくていいしね、うんうん、まあ、井比雄一郎さんはね、あのそうそう前選挙に出たことがあるとかね、うん、はい、あのね、うん、それで今はもう全然もうひっそりとね、うん、しちゃってね、でもそひっそりとしちゃったらね、これどんどん離れていくじゃないですか、こうどんどんやり続けないとね、どんどん離れるんですよ、オンラインサロンだってどんどん抜けていくでしょ、うん、そのお金もったいないとか、ああこの程度かとかね思ってね、うん、よっぽどねそんなね面白いネタをね次々ね提供していくなんて無理ですよ、もう無理なんですよ、もう情報出尽くしてんだから出尽くしてるから、私のこの3ページ目でもう見てくださいね、うん、だけどこうやっていろんなことが起きるからね、うん、そういうの喋ってくんならあのネタは尽きないけどね、うん、はい、でもっと本当に肝心なことっていうかね、ピラミッドはどうしてできたのかね、縄文土器の作り方とかね、うん、まあいろいろあるわけですよ、うん、ね、フラットアースね、フラットアースについてね、もうあの NASA とかね、うん、あのフラットアースの人いっぱいいるんでね、いろいろも見てくださいね、はい、そうするとね、あの別にフラットアースだけじゃないからやってることね、いろんなことが出てきますからね、はい、日航機も出てくるしね、うん、はい、で私はまあ小島一郎 JL 不安とかね、チャンネル ZOO とかね、
チャンネル Z、YouTube ね、はい、小島一郎 JL フアンさん、この間ね、喋りましたね、河野太郎がなるってね、なんかゲマトリアのね、チャンネル Z もカバラス秘術ですね、そういうのあるんですけどね、それでですね、うん、でも河野太郎はもう全然無理だみたいな Twitter 記事がいっぱい出てくるんですよね、うん、だけど、これね、国民には関係ないからね、国民には関係ないから、うん、そういう決めちゃえばそれで終わりなんですよね。うん、うん、関係ないんですよ、数字とかね。うん、誰が決めるかなんですよ。その決定権のある人がね、もう決めて終わりなんですよ。うん、国民投票じゃないから、うん。で、国民投票っていうのも、例えばまあ実現されたとしても、ね、もうこの、なんですか、うん、ね、負の性のあれが出てるね、出てるじゃないですか、線のね、線の虚のね、うん、それがね、言葉で検索してください、はいはい、で何言ってるか分かんない方はね、ピアニストピヨピヨ、フェイスブックかね、はい、インスタグラムでね、お電話ください、はい、まあでもね、いろいろ検索していけばいろいろ分かりますよね、うん、私だってまだ知らないことよね、この昨日も弟かなんかも撮りましたね。なぜね、自分は何も知らないんだってことをね、本当にね、まず自覚しないといけないんですよね。うん、何も知らないんですよね。うん、だからそこなんですよ。うん、ね、知ってるつもりになって何にも知らないんですよ。誰も何も知らないんですよ。はい、わかりますでしょうか。はい、もう一回言いますよ。はい、偉そうなこと言ってる人もね、何も知らないんですよ。何にも知らないんですよ、この地球のことね。うん、もうさっぱり知らないんですよ。うん、はい、知ってるのはこうムーとかね、アトランティスの人とかね、うん、あるいはまあ宇宙人も出てくるけどね、宇宙人はね、まあ、分かんないですけどね、まあ、宇宙人ってね、まあ、地球人も宇宙人ですしね、うん、そういうのもいっぱい出てくるしね、いろいろね、調べ始めたらね、うん、分かんないからね、これはね、本当に、はい、モーツァルト作曲レプティリアンね、モーツァルト作曲レプティリアンね、はい、ショパンとロスチャイルドっていうのは私は車田先生に教わったんですよ、うん、まあまあ調べればね、いろいろね、普通にまあね、いろんな伝記とか読んで、まあ、モーツァルトっていう伝記ね、子供のやつね、出てくるね、まあ、あれにはあれもろに古いフリーメイソンで出てくるからね、うん、当然ショパンもフリーメイソンでしょうね、うん、もうみんなフリーメイソンとか入ってないと無理なんですよ、無理なんで入らされるんですよ、うん、高橋委員長は分かんないですけどね、あとなんだっけ、参議院議員のほらね、あの人ね、なんだっけ、なんか格闘家のあの人はね、あの人もフリーメイソンでしょ、名前いつも出てこないんだ、ね、覚える気がないからね、うん、みんなね、あと議員さんはみんなフリーメイソンじゃないですかね、うん、もうこれ入らないと、うん、ね、うん、つまはじきっていうかね、うんうん、だから無理なんですよ、無理なんですよ、うん、だから自民党がどうのこうのとかじゃないんですよ、もうみんなフリーメイソンなんですよ、仲間なんですよ、ね、イルミナティかね、わかんないですけどね、フリーメイソンかイルミナティですね、だからイルミナティの方が上だからね、イルミナティっていう組織にちゃんとありますからね、うん、300人委員会とかね、うん、もっといろいろあるんじゃないですかね、はい、でそれのトップは分かんないですけどね、まあ、ロスチャイルドとかロックフェラーとかね、うん、その上とかね、うん、ハプスブルク家とかね、うん、それも分かんないですかね、天皇家なんてもうずっと下なわけですよ、もう全然ね、ズボンね、ズボンね、うん、閣僚もやらされるけどね、あと大谷選手ね、野球のね、野球の大谷選手もズボンね、後ろ前やってね、明かされるわけですね、天皇家、天皇でさえやらされちゃうんだからね、うん、もう全然もう何だろう、もうただの駒なんですよね、支配者からみたいなね、はい、そういうのね、いろいろ調べていただいてね、うん、そんなことあるわけないってね、はい、はい、この陰謀論っていう言葉ね、今日も入れてますけどね、陰謀でできてんですよ、この地球はね、陰謀でできてんですよね、はい、あなた様がね、ご結婚されてたらですね、あなた様の家庭はね、奥様の陰謀によってね、はい、できてますからね、はい、これも毎回面白いなと、自分で聞いてもね、面白いんですよね、はい、
からね、あの女性をね、とにかくね、大切にね。ね、あの靴の裏舐めるぐらいの覚悟でね、女性と結婚したらね、いいですか、はい、もう一回言いますよ、はい、女性と結婚したらね、靴の裏を舐めるぐらいのね、覚悟でね、尽くさないといけないんですよ、男はね、はい、はい、これがもうあの全てにおいてのね、あの基本っていう言葉があるんですけどね、基本っていう人生の基本ですね、はい、男はね、あの女性のね、履いた靴の裏を舐めろとね、もういつでもペロペロしてね、うんうん、でもお前気持ち悪いぞってバシッて蹴っ飛ばされたらね、 ありがとうございますってね、もうね、はい、停止線にね、そのぐらいのね、はい、気持ちで生きるとね、うまくいくんじゃないかな、夫婦生活ね、はい、ね、はい、頑張ってくださいね、はいはい、私もね、元に戻りたいともね、もうね、もうでもずっと会ってないからね、無理ですもんね、はい、もうね、なんか一人ぼっちでね、つまんないんですよね、本当にね、もうね、話し相手がいないんでね、だからこれ録音するんですねはい、でこれね、はいはい、お味噌チャンネルさんの、ね、動画ね、撮りましたんでね、これね、はい、いろいろ喋ってますね、それをね、かけたらちょっと書いておきますね、はい、はい、でこのネズミさんっていう人ね、これがこの人が話題でね、このネズミさんっていうのは、まあ、ちらっとでも見てない、29.5万人もいいんだこの人だからね、まあ、この人もね同じでしょうね、29、わかんないですね、 29.5 万人もいるんだ、なんでこれお味噌チャンネルと同じじゃないですか、このやり方が、この黒と黄色と赤黒と黄色と赤、うん、ねえ、これお味噌チャンネルと同じじゃない、これお味噌チャンネルね、あ、仲間でわかんないけど、あ、黄色はないね、お味噌チャンネルさんね、はいはいね、うん、だからまあ私はまあ一つの基準はこのトランプって言ってる人ね、うん、でも宇都宮先生はトランプとは言わないもんね、うんうん、トランプって言ってる人はね、なんか理由があるってことですよね、うん、トランプなんてね、うん、トランプなんて何でもないからね、うんうん、本当にだから、うん、だから日本の天皇家の天皇がそうなんだからね、トランプだって本当に、うん、何でもないしね、名探偵コナンでやってんじゃないですか、ほらね、声だって自由にできるしね、うん、あとゴムマスクもあるっつうの、みんな誰でも知ってますね、ゴムマスクと声でね、どうにでもなるわけですよ、だから、うん、もうバイデンは何人目だとかね、プーチンは何人目だとかね、うん、もういっぱい出てくるわけですよ、最近なんだ、あの昨日あれか、昨日か一昨日か、昨日か、あの創価学会のあの女優さんなんだっけ、上戸彩さんだっけ、うん、そういう人なんかこれはどうだとかね、あとフワちゃんがなんか違いすぎるとかね、もうそれしょっちゅう出てくるじゃないですかね、うん、ね、はいはい、そういうことでね、いろいろ見てくださいねいろいろね、はい、だからね、はい、このサイト、この、ね、何が言いたかったって、このほらネズミさんってこのデマだった件って書いてね、これね、これね、でお味噌チャンネルさんね、これじゃないやね、これもこれでね、これで29万ってこっちね、お味噌チャンネル38万だからね、はめられました、これね、はい、斉藤知事ってね、うん、これまだ見てないですけどね、まあまあちょっとまあ見ようかな、一応ね、うん、両方ね、うん、まあ他にもね、ツイッターでね、もう本当に昨日も撮った通りでね、もうどん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 増えちゃってんですよね、あの高須クリニックのあの方はね、あのフリーメイソンですけどね、だから本当に何だろう、お戦いがね、うん、あの支配者層同士でね、うん、戦いが起きてんのかどうなのかね、その辺がね、分かんないですけどね、私もこれ大丈夫かな、この YouTube ね、もうね、もう消えたらもう覚悟は、うん、はい、まあね、あの家庭のね、奥様を大事にしてくださいっていう動画ですので、ね、YouTube さん、はいはい、奥様を大事にしましょうっていうね、
この陰謀ね。そういう動画でございます。はい、はい、どうも、すみません、いろいろ呆れた。